記念館フィラデルフィア万国博覧会は、1876年5月10日から11月10日まで、アメリカ合衆国ペンシルベニア州のフィラデルフィアで開催された国際博覧会である。アメリカ合衆国独立100周年を記念して模様された。35カ国が参加し、会期中1000万人が来場した。会場の広さは国力を示していたため、 在米公師代理書機関の小野次郎は、アメリカ政府と交渉し、日本の展示面積を当初予定の7290平方フィートから1五5 2 0平方フィートに拡大させた。明治政府は輸出振興、外貨獲得を図るため、最後を継ぐ道を最高責任者として、外国政府最大の予算で出展し、多数の大工を派遣し、日本家屋の専用パビリオンを建てた。 日本茶、陶磁器の工芸品や、その他伝統的産品に加えて、早見剣騒を審査官として最優秀の木糸や、絹織物等の展示を行った。特に剣爛豪華の有田焼の一体の大きな色へ、雲流分つけ三色花瓶は、注目を集め、同博覧会の金杯賞を獲得した。日本の出展物は後進国とみなされていた日本への関心と評価を非常に高めた。 ニューヨークヘラルド紙の記者は、ブロンズ製品や絹ではフランスに勝り、木工、家具陶磁器で世界に冠たる日本を、なぜ文明途上と呼べるだろうかと記事に書いた。クラハムベルが電話を出展している。万国博覧会と、中国、1904年セントルイス万博を中心に、楠本町子、愛知宿徳大学現代社会学部論集第10号、2005年3月3日、 ありがとうございます。